のがまた問題になるんですね。明治維新とは何ぞやっていうことは非常に歴史家にとっては大きな問題でありますが、一言で言いますと結局天皇が天皇中心の国にしたいってことなんですね。一言で言いますとね、そればっかりではありませんが、その結果どういう歴史家が作られたかって言いますとですね、この国史家、天皇中心のこの史家ですね、歴史の捉え方っていうか、それがこうどん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 こう膨らんでいくんですね。それを考えますとですね、頼朝景時がなぜこう悪役になるのかというのがよくわかると思うんです。源義経は歴史上ですね、後白河法皇の味方をしたわけですね。天皇の味方、これは当時にとっては、理想的な日本国民ということなんですね。この国士官から言えば源義経はすごい立派な、まさにヒーローであると、これはまあ歌舞伎の世界とつながっていくわけですけどね。それに対して、後白河法皇に堂々とこう歯向かってですね、武士の政治を、武士が政治の中心になるんだということで鎌倉幕府を作ったのはまさに頼朝と景時だと、中心がですね。となりますと、この国士官からするとですね、まあ、明治、大正、戦前の昭和ですね、やはり、頼朝景時っていうのは悪役にしせざるを得なかったっていうか。で、その論客がいるわけですね。これが東京帝国大学の、黒板霞。当時、まあ若かったから、漁協長だったんですけどね。彼が、義経記っていう小説を書くんですね。これでも、この内容を読みますと、もうあれですね、義経はもう英雄。日本国民の代表的なもうヒーロー。源義経の真似をしなさいっていうかね、親の仇を討ったと。ね。だから、戦争に対してですね、親の仇っていうのはまさに天皇のために戦うっていう意味とも重なるんですよね。したがって、源義経は非常に評価された。この黒板霞の義経記なんか読みますとですね、本当に、化粧化粧ですね、もう頼朝と景時は。特に景時はひどい。関連たる人物。あんな奴はもう、抱きすべき人物だってなことを堂々と書いてるんですね。もう悪役の代表は梶原景時だということが堂々と書かれてます。この本は戦前相当売れたんですね。ところが今は絶版になってますね。私も今日一冊手に入れましてね、持ってるんですけども、今は絶版で手に入りません。この義経記という本はもう歴史的に価値がないという意味ではなってるんですけどね、ありがたい限りですけど。で、一番怖いのは、この黒板霞さんがですね、助教授から教授になるわけですね。で、東京帝国大学ですから、いろんな、弟子が生まれるわけですね。その人たちが、東京帝国大学、あるいは東大の教授になったりするんですけども、各大学の教授となる方もいっぱいいるわけですね。その人たちは、梶原景時は悪い奴だっていうところから出発するわけですね。これ私は法律家ですけれども、法学部でもいろいろこう派閥があるんですね。裁判官も派閥があるし、検事も派閥があるんですね。あるいは学校派閥、あるいは学校の内部の中でも、誰々教授派とかね、あるんですね。特に歴史の関係では、それは露骨だったらしいですね。したがって、黒板霞教授に教わった人たちっていうのは、もう、景時はいいやつなんて言えないわけですよ。これが、この日本のですね、面白いところなんですね。この学罰というか、この変な、ね、特に東京帝国大学はひどいというか、その点で梶原拓さんは東京帝大系ではありませんからね、非常にこう自由にこう発言ができるということで、だからそれは梶原景時の公明だということはとも関係するかもしれませんが、したがってですね、この一番怖いのは明治維新以後はですね、歌舞伎じゃなくて今度は教育の場を通じて梶原景時は悪役になってくるんですね。僕はがっかりしちゃったのいっぱいあるんですけどね。安田さんっていう、僕は結構景時のことよく言ってるかなと思ったんだけど、その人さえも景時はやっぱり残念者で、性格が ねじ曲がってるなってことを書いちゃうんですね。あれは書かざるを得なかったんでしょうね、多分ね。そういう形でですね、もう全国的に教育の場を通じて広がっていくものですから。例えば、小学校の先生、中学校の先生、高校の先生も含めて、おそらく、そういう教育を受けてますとね、
ポロッと言っちゃうんですね。会長が神的な悪いやつだ。これ怖いですね。教育の、通じての、この会長が神的悪役説が一番怖いし、それがね、一番この効果があったんじゃないかと思います。だから会長が神的ってこういうことをよく知らなくても、あの悪い人っていうことをね、言う時代が結構長かったと思います。これが一番の、あれですね、原因だったと。いうことを私は、突き止めました。原因は一言で言うと本願びいきとこの牧師観ですね。天皇中心の歴史観、本願びいきというのは一言でもっと突っ込んで言いますと、これこの牧師観なんですよね。義経はを悲劇しようというのは天皇の味方だったヒーロー義経をやっぱり、ね、評価しようじゃないかということはまさにこの牧師観じゃないか、そう思います。私が研究を通じてですね、出会った本があります。それは愚管抄っていう本ですね。愚管抄ってちょっと変な名前ですよね。愚ってのは愚かの愚です。観ってのは関係を述べる、意見を述べるっていう意味なんですね。で、抄は文章という意味です。したがって愚かな意見を書いた文章という意味で愚管抄っていうんですね。これを書いた方は誰かっていうと大僧正慈円。慈円ってどういう人かって言いますとですね、藤原道長一族の末裔なんですね。藤原九条兼実の弟。兼実って覚えてますよね、皆さんね。頼朝と非常に親しかった。お公家さんです。で、この慈円さんという人は、天台雑誌。雑誌じゃなくて雑誌というものですね。これは延暦寺、比叡山延暦寺のトップってことですね。要するに今で言うと東京大学の学長ですね。あの頃はお寺さんが教育してたんですね。学校だったっていうか大学だったっていうか、だから坊さんのことを学長なんていう言い方もしますよね。あれはそこから来てるんですね。したがってこの慈円さんっていうのは、今で言うと東京大学の学長っていうふうにこう考えていただければ分かると思います。それをこの人は4回も務めてるんですね。いかに素晴らしいっていうか、インテリっていうか。ところが、この方はですね、愚管抄では全然有名じゃなかったんですね。歌人で有名だったんですね。歌が上手かった。和歌。この人は1時間時間を与えれば、相当の数の和歌をさらさらといくつも作れるらしいんですね。非常に有名な歌人です。したがって、歌人っていうことがどんどんこう、先行しまして、愚管抄っていうのはほとんど読まれなかった。と言われてます。愚管抄がですね、世の中に出てきたのはいつかっていうとですね、一応江戸時代にも愚管抄っていうことで議論はあったんですが、これは、あれを書いたのは慈円か慈円でないかっていうような議論だけで終わってます。愚管抄の内容は全然触れてません。江戸時代。江戸末期ですね。そして、明治大正の時代になってですね、愚管抄っていうのは、慈円が書いたんだってことを発表した方がいます。この方は今で言うと京都大学、京都帝大のこの方のお名前はですね、三浦修子、三浦博之とも言いますけどね、この方がですね、大正9年に愚管抄の研究っていう本を発表しまして、愚管抄は慈円が書いたんだって初めて言ったんですね。ところがこの三浦先生も三浦教授もですね、愚管抄の内容については展開していないんですね。ただそれを書いたのが慈円だってことが証拠上言えると、京都に正蓮寺ってありますよね。青いっていう字を書いて、あそこの倉庫に入っていっていっぱい調べたら慈円の直筆がいっぱい出てきて、その中に愚管抄と文章が全く同じものが出てきたから、慈円が愚管抄を書いたんだという発表をしたんですね。これが発表がなされたのは大正9年です。でも、あまりその後の内容については全然発表がないっていうか、ないんですよね。で、いつじゃ発表になったかというとですね、皆さん、東京オリンピックは昭和39年ですよね。あの後なんですよ、昔書が内容が発表になったっていうのは。誰が発表したか。中澤悦司さんっていう教授。この方は国学院大学を出て、国学院大学の国文科を出てですね、やっぱ
あれじゃないですね、東大とか京都大学じゃないですね。だからこういう研究が堂々とできるって、また説明しますけどね。あと、岡部正夫さん。この方は、もうやっぱり東大とか京都ではないと思いますね。普通の大学ですが、お坊さんです、この方は。大学の教授で、かつお坊さんです。大体昭和40年前後を通じて初めて、愚管抄の内容が発表されたんですね。で、読んで驚くわけですね。過激的なことが書いてあったんですね。なんて書いてあったか。鎌倉本体の文字と書いてあったんですね。これ驚きですよね。それも東京オリンピックが終わった後に初めて鎌倉本体の文字なんてことが分かってきた。まさに発見ですね。遅い発見ですよね。それまでは過激的な悪いやつなんです。ずっと。この発表があってもまだ尾を引きますからね。じゃあなぜ愚管抄の中身が発表が遅れたか。結論から申し上げますと、それもですね、広告士官なんですよ。愚管抄っていうのは非常に天皇から見るとけしからん文章。なぜけしからんか。皆さん思い出してください。後鳥羽上皇。後鳥羽上皇って言ったら、鎌倉幕府を倒してやろうぞってことで、戦争を仕掛けた人物ですよね。この後鳥羽上皇に、鎌倉幕府と戦争なんかしちゃダメだと、歓迎した。それが書いてあるんですね、愚管抄の中にも。それが陣営なんですよ。天皇に意見をしたっていうか、とんでもないやつだってことですね。したがって愚管抄はね、触れないわけで、明治時代は特に。ただ愚管抄だけが書いたから、だけは触れたけども、中身を発表しないわけね。で、しかも、広告士官からすれば、次元なんかとんでもない男だ、ということになるわけですね。さあ、皆さん。一つの流れを感じませんか。四度の影時、反朝廷、反天皇ですよね。それから次元。次元も反天皇なんですよ。簡単に言うと。まあ、そんなに人間を簡単に反天皇、新天皇で分けるのは良くないと思いますけどね。分かりやすく言うとそういうことなんですね。したがって、愚管抄の発表が遅れた。江戸時代は、ゲジゲジガジエラで通っちゃった。明治維新後もですね、悪役ガジエラ、関連なる人物、抱きすべき武士だ。っていうことで、ずっと続いてくるわけです。誰にとって都合がいいのか。それは広告士官の学者にとって都合がいいわけですね。だから私ここに今回この話をしてくれってことで、ちょっと無関心についてね、もう一度読み直したらこれに気がついたんですよ。今まで残念ながら私も気がつかなかった。鎌倉本体の無視ってことは分かってたんですけどね。学者たちにどう扱われていたか、広告士官の学者がどう思われていたかってことは思いつかなかったんですね。今回初めて思いつきました。だからね、考えてみると、頼朝景時、次元、鎌倉時代に一緒に空気を吸ったわけですね、あの時代の空気を。その三人がですね、やっぱり天皇制度は問題だっていう認識を持ったってことなんですね。そのために、江戸時代、戦前、戦後を通じて、ずっと悪役でいたっていうか、僕はある意味ではすごいことだと思いますね。それだけ、この歴史上を捉えますとですね、この三人の人物っていうのは、素晴らしいって言うと言い過ぎかもしれませんが、歴史上すごい大人物だと思いますね。広告士官の教授たちから見れば、本当に怖い歴史的な人物なんですね。まあ、そんなことで、鎌倉本体の武士、この言葉を発見されたのは本当に最近だってことですね。今から40年ぐらい前なんですよ。今ちょうど、昭和になると89年ですか。だからね、影時の見直しなんてのは本当に最近なんですね。今から40年前ですよ。やっぱり影時が蘇ったのは、再評価されたのは、あるいは、たくさんがおっしゃる通り復帰したのはですね、40年ぐらい前だったんですね。その頃ですよ。永井さんがね、書いてるんですよね。あの鎌倉本体の武士、あの方が書いたのは昭和53年です。永井さんっていう方は黒板霞の親戚なんですよね。
あの人はあの黒板ひろこって言うんですよね、本名は。旦那さんがあの、黒板かすみの甥っ子って言うんだ。だから親戚同士って言うんだ。だからね、永井さんは、黒板の おじさんに当たるんだね。おじさんはひどい人だなってよく知ってたんですね。でもそんなもんかなと最初思ってたと思うんですよ、あの書き方からすればね。影時なんて悪役だ、魅力があるなんて書き方してますけどね。ところがこの五感書の発表、中身の発表があってからは味方はこの人がいるんですね。鎌倉本来の武士影時、これはどういう意味なのかってことなんですね。私これいろいろ書いてるんですけどね、鎌倉時代最高の武士とか本物の武士とか武士の中の武士、あるいは文武両道の武士とかいろいろ書いてあるんですけどね、あの僕はもっと簡単に言うと、慈円はこう言ってるんですよね。あの武漢書の中でね、こういうこと言ってるんですよね。慈円はあの褒め平次の漫画ありますよね。あの吉友なんかね、戦争した褒め平次の乱、あの褒めの乱が始まる1年前に生まれてるんですよね。だから結構成長するに従って、お前が生まれた頃戦争があったんだよって話は聞いてると思うんですね。藤原一族ですから歴史の勉強してると思うんですね。で後で武漢書を書いた時に彼はこう言ってます。皆さんこの言葉を聞けばね、うん、みんなこう知ってる言葉です。武者、ね、武者、武者っての武士のものって書いて武者って読むんですね。武者の世になりに行けるなり、この言葉聞いたこと絶対あると思うんですよ。要するに、保元の乱ってのはね、どういう戦争だったかっていうと、慈円は後に武者の世になったんだと、武士の世になったんだ。これからはね、公家とか朝廷だけじゃなくて武士も政治に参加するような時代になったんだよって書いてるんですね。ここがねポイントなんですね。慈円とかはすごいんです、歴史の見方が。武士の時代になった、その武士の代表者は誰か、ここですよ。武士の代表者は誰か、皆さん梶原景時なんですよ。武者の世になった、その中の本体の鎌倉本体の武士は誰か、景時だって言ってるんですよ。ここなんですよ。武士の世になった、その中心は梶原景時になると、それを鎌倉本体の武士だって言ってるんですよね。つまり鎌倉時代は武士のね、初めて政治を取ったということに捉えていいと思うんですけども、その中心は誰か、それは景時なんだってことを言ってるんですよね。だからあの広告士官からすれば面白くないわけですよね。広告士官は天皇がずっと歴史上政権を取って成長しなきゃいけない。それはあの新政って言うんですよ。親が成長すると書いて新政って言うんですよね。天皇がずっと成長すべきだと、それを変えたのはですね、与党じゃないって言ってるんですよね。あの知念は鎌倉本体の武士は梶原景時って言ってるんですよね。与党と言ってないんですよね。だ私はね、この武漢書なんかを読めば読むほど、あるいはそう思う考えれば考えるほどですね、梶原景時っていうのはすごい人間じゃなかったかと思うわけなんですね。こんなこと言うとお前ちょっと褒めすぎじゃないかと言われたかもしれませんけど、あの今回の願書をですね、裏から読むとすごいなっていうか手に感じております。したがってあの、あえて褒めすぎかもしれませんが、あえて今日は褒めさせて、褒めてやりたいと、景時を。特に、鎌倉幕府の中心は景時だったと。武者の世に誰に行け、その中心も景時だったってことを慈円は言いたかったんですね。じゃあ、その裏付けがあるのか、ということですが、レジのところを見ていただけますか。義経問題がありますよね、一つね。義経問題。これはですね、義経はさっき言った通り、天皇の味方っていうかね、あの喜んで任官するわけね、無断任官をするわけです。あの時代はですね、
鎌倉幕府というのはピラミッド型組織でありまして、与党を頂点にしてですね、与党を頂点にしてピラミッド。したがって任官をする場合には、一応与党が推薦するという形を取るわけなんですね。ところが義経は、源家の誇りだとなんとかって言ってね、うちの兄貴も喜ぶだろうなって言って、どんどん無断で任官しちゃうわけですね。それが問題だったんですね、一番。要するに武士の世界を、武士の政治のためにはですね、そういうことじゃ困るわけですね。ピラミッドが崩れちゃうわけですね。それをみんながやっちゃったら。したがって、義経問題というのの原点はそこにありますのでね、与党はやっぱり切って捨てざるを得なかったんですね。ところが、影時は若干違うんですね。当たりが。なぜか、影時はどうもね、義経を教育しようとしたんじゃないかっていう、こう、あれがあるんですよね。だから例えば、坂田の僧侶。これ皆さん知ってますよね、牢をね、逆につけ、 戦争はね、生き生き行行だけじゃダメなんだと。危なくなったら逃げようと。そういうことも考えて戦争はすべきだってことも言ってるんですよね。ただ、義経は、生き生き行行で、最初から負けることを考えて戦争なんかするんだと。むしろ生き生き行行でいいんだっていうことを言って、論争するわけですね、影時と。これはもう誰が考えたって、影時の戦争感動が正しいですよね。戦争勝つとは限りませんもんね。だからよく言うんですけどね、大東亜戦争がなぜ負けたのかと。最初よかったんですよね、義経で、イケイケ攻防で。もし影時が、あの時代の総理大臣だったらどうしたか、すぐ手を打って和解したでしょうね。もう、真珠湾攻撃をしてパパッとやってね、もうすぐ若い終わりっていうことを多分彼は考えたんじゃないか。勝てっこないですよね、あの時のアメリカとかイギリスだなところと戦争したってね。そういう意味でね、非常にこう今に置き換えてもね、対等の考え方ってのはっていう感じがします。それから先陣争い、義経っていうのは自分が先頭に立つんですよね、いつも。だから彼の時は多い大将は先頭に立っちゃいかんと。大将は後ろにいて、部下たちの活躍をしたのをチェックして、部下たちに本領を上げるのが大将の仕事だって言うんですよね。皆さん、いいじゃないですか。これが正しいんじゃないですかね。親分がどんどん先陣を切って、切って切りまくってかっこいいですけどね。それはやっぱり大将じゃないっていうか。だから、この時はね、そして協力してるんですよね。義経に対して。ただ、義経若いからね。何を言ってくださるってなもんでね、ダメなんですよね。だからそういうためで、影時は何とかね、義経を教育しようとしたんじゃないかっていうのが、文献上、伺えるんですよね。それから、次の源平合戦ってことが出てきますが、影時は結局は常に後ろにいるんですね。で、影時のすごいのは、頼朝を戦場に出さない。鎌倉に置いとくっていう。まあ、鎌倉に置いといたのは、いろんな理由があるっていう説がありますよね。欧州の藤原氏が危ないからだなってて、そんなことは関係ないです。やっぱり大本部っていうのはやっぱり鎌倉にいなきゃいかんって。その代わりに、影時とか、そういったね、腹心が行けばいいと。そして義経と範頼はね、結局、頼朝の身代わりっていうかね、実際の作戦は全部影時たちが立ってたんですね。だからそういうのは、平家水軍の寝返り政策なんてことを考えてるんですね。どんどん寝返らしちゃったっていうか。だから今でも四国とか瀬戸内海には影時の一族がまだいっぱいいるんですよね。その名残で。で、九州にも渡ってますから、今日梶原さんが文章書いてるけどね。やっぱりそういうね、現地で梶原一族っていうのはどんどんこの味方にをしてくるっていうか。あるいは、土地土地のね、かわいい、女性と関係を結ぶ子供を作っていくとかね。当時はそれは当たり前だったらしいですけどね。それを言うとまた大阪市長みたいに怒られるかもしれませんけど、そんなことはおかしいなって言われるかもしれませんけど、まあ、あの時代はそんな時代だったようです。戦争する度ごとにね、行くと、その夜は、なんかその、有力者のお嬢さんとかね、ひどい時は奥さんまで出したってなことが書いてあるんですよね。
これあまり言うと、たくさんに怒られるよ。お前、言いながらけど、あまり言うな。あと、その、あとに、そういった形で、梶原一族はですね、全国に散らばってるんですね。あとは、敵側人材の救済ですね。亀戸防衛党はですね、敵員に回った連中は、死刑にしろっていうのが、当時の考え方だったんですけどね、彼は違うのをね、救っちゃうんですよね。誰を救ったかっていうのは、私ももう何回も書いてますけどね、今日はまだ時間がありますから、ちょっと報告しますね。例えばですね、木曽義仲の、ほら、金指の森泉、ね、木曽義仲なんか敵ですもんね。でも彼を救ったっていうか。それから、城の長持、これも平家の、ね、優秀な一族のあれですよね。それから義経の味方をしたってことで訴えられた渡辺津川万平を書くんですけどね。それから武藤助頼、これが九州に渡ってるんですね。武藤助頼ね、敵側をどんどん救っちゃうんですよね。死刑にしない。金指森泉って死刑にするところをね、芝居をして助けてやるっていうかね、あの夢屋の芝居ですね。あれは芝居だと思いますよ。そういう形で亀戸っていうのはもう敵味方っていうんじゃなくて、日本のために役に立つ人物、それを救って使うんじゃないかって考え方なんですね。天皇の努力が大きいっていうか、深いっていうか。それからですね、あとはまあ、悪いやつの中にいろいろ出てきますけども、海賊の安田一族をやっつけてるんですよね。安田一族っていうのは今の本山の藤木っていうところにあるんですけどね、この住職が僕と会うと梶原さんがひどい目にあったよって前は言ってたんですけどね、今は言いません。つまり安田一族をやっつけたのはですね、すごい優秀なんですね。安田一族っていうのは、安田一族っていうのは山梨県だけじゃなくて静岡県のですね、東東部の方まで占領するような力があったっていう。だから怖かったんですね、頼朝景時にしては。こいつを野放しにしていたら鎌倉幕府は取れないんじゃないかっていう。で、やっつけちゃうんですよ。攻略したんですけどね。でも攻略した時にその本拠地のお寺が残したっていうか、宝庫寺っていうお寺今もありますけどね、そこには景時の息子がね、弔うために仏像を掘って寄贈してるんですよね。そのお寺が今も奉公ということで立派にやってます。それを僕は言ったんですよ。ひよくもさんという、ひよだから雲って書くんですよね。ひよくもさんという住職さんで、もう代々奉公地をやってきてるんですけどね。ひよくもさん、梶原景時はね、本当に安田一族をやっつけるんだったら、奉公地を燃やしちゃいますよと。なくしちゃいますよって言った。あれをね、再建させて、仏像まで寄付してるのは誰がやったか。景時ですよと。景時は息子にさせたんですよ。で、僕がね、こんこんとお酒を飲みながら話をしたら、住職が、そういった考えもあるか。それから変わりました。梶原さんがひどい目にあったよってことを言わなくなりましたね。九郎さんって方は今、山梨県の、富士山が文化遺産に選ばれましたけどね、その運動の中心人物です。懐が深くなったんですよね。僕と出会ってるから。これはちょっと、また余計なことを言ってもらって、ですけども、立派に、静岡県と協力してですね、富士山の文化遺産に持っていった中心人物が、記録の春蓮さんってですね、春というのは、春瓶の春であるって、で、元。まあ、これからとも、今でも親しくしてます。最初嫌われましてね、僕が。かじわってくれる俺はこんな地方だっつって。たんですけど、今はそんなことはありません。そういう意味で、景時っていうのは、だからポイントポイント、戦争した後の終戦処理をですね、自分でやるんですよね。だから景時が、犬山地区とかね、飛騨の方へも、ありますよね、山口城。あれもおそらくはね、重要なポイント地点じゃなかったかと思うんですね。だから景時が常駐して、収めるんですよね。要するに、状況が収まるまでちゃんと様子を見るっていうか。だから景時があちらこちらに、姿を現すんですね、歴史上。多分ね、戦争の駐留して指導するんですね。まあ、人民を眺めたりいろいろ仕事があったと思いますけどね。
そういう意味でなかなかなんですよ、やってることが。で、それだけじゃありません。影時も歌を歌うんですね、歌人。影時の歌があまり上手くないよっていう人もいますけども、まあ、あの時代の武士としては、うまいもんじゃないかなと思いますけどね、もっとたくさん歌が出ればいいんですけども、あまりこう、うまい歌が残ってないですよね。その点は地面と違って、ちょっと武骨が残ってるけど、でも、歌人でもあった。で、影時は、驚くことに仏教の日本者でもあったんですね。鶴岡八幡宮で初めて、大法令をやったのは誰かって言ったら、影時なんですよね。あれ、東鏡神殿読んでると出てくるんですよ。鶴岡八幡宮の大法令、第1回大法令誰がやったか、主催者は梶原景時って出てくるんですよね。まあね、すごいなっていうか、私の先祖ではないんじゃないかっていうか、私がこの程度ですからね、もっとすごいなってことですから、うーんって感じがします。それが、あと、二度の賭けにおける家族愛なんてね、あれも両説があるんですけどね、影杉が戦争に行ったら、ね、退陣したけど、影杉が戻ってこないと。で、もう一回助けに行くっていうかね。で、この説に対しては、面白いことを言う弁護士がいましてね、先生、それは違うんだよと。あれは家族愛じゃなくてね、影杉は源頼朝の子供だから、それを扱ってるからね、助けに行ったんだよと。自分の子供じゃ助けに行かなかったんだよと。あれは本当は源頼朝の子供だったんだってことをね、言う弁護士がいましてね、あんまり、通説じゃないんですけどね、なぜか、その先生が言うにはですね、影杉は、源太影杉って言うでしょって言うね、地面はね、太郎影杉って書いてるんですよ。影杉のことをね、太郎影杉。ところが、東鏡では源太ですよね。源の源っていうのは源ですよね。あれを捉えましてね、ある弁護士は、だからあれは源頼朝の子なんだよと言うわけですよね。それを影時は預かったんだと。だから大事に、その人なんて言ったら、腹が切らなくなるんだから助けに行ったんだよということをね、その先生が真剣に真面目に言ってました。ひょっとしたらそうかもしれないなと思ってるんですけどね、あったでしょ、ほら、伊藤助近の娘と、ね、間に子供ができたと。それを助近が帰ってきたら、子供を殺せってことでね、あれは男の子だったんですね。あれは影杉だっていう説があるんですよね。これ余談です。予算です。そんなことは、歴史学者は書いてませんけどね。島田弁護士が言ってるっていうか、これ私じゃないですよ。埼玉のね、浦和弁護士やってるんですけど、その方が、真剣におっしゃってます。それからですね、源範頼を暗殺したんじゃないかっていう説があるんですよね。これについては、江戸時代の滝沢馬琴。里見八犬伝の彼が埼玉県の北本市石宿っていうところで源範頼の墓を探したんですよね。見つけたっていう。だから範頼は暗殺されてないと、埼玉まで逃げてきて一生を終えたんだっていうことを発表したんですよね。で、快適はやっぱりそんな男じゃないってことだったっていう。で、まあ次の問題ですが、影時は結局は1200年に静岡のね、清水区で梶原山で腹を切って自害してるんですけれども、彼はなぜ自害したのか、あと歴史を見てよくわかります。彼はですね、鎌倉次第の戦い、内戦を恐れたんですね。一番嫌がったっていうか、自分が作った幕府ですもん、自分が作った鎌倉ですもんね。影時の生まれたところは鎌倉の北部、梶原なんですね。なぜ梶原っていうのかっていうと、梶の木がいっぱいあったそうですね、当時ね。今はあんまりないんですけどね。したがって梶原っていう、梶の葉がいっぱいあって、それが野原のようになってたから梶原と言ったとされています。当時は、土地の名前を付けたんですよね、名字に。そこから来てますので、梶原景時はやっぱり鎌倉北部で生まれたんじゃないかと思います。そこが本拠地だったんですね。したがって、鎌倉っていうのは本当は梶原でもよかったんですけどね。
鎌倉権五郎景政っていうね、ご先祖様がいますけどね、そんなところから見ても、鎌倉梶原っていうのはやっぱり鎌倉の、非常にこう、連想しても、うんって感じがしますよね。まあ、そこまで戦争の場にしたくなかったっていうか、したがって影的な自分の、まあ、立場というか、状況を、まあ、見極めて、京都へ向かったんじゃないかっていうか、なぜ向かったかっていうのはまだいろいろ説がありますけどね。したがって鎌倉は戦争にならなかったんですよね。あの時は梶原一族とそれから北条一族で鎌倉次第で戦争してもおかしくなかったんですよね。あの時は北条一族でやればひどかったですもんね。もう戦争仕掛けろ仕掛けろ仕掛けろって言ってきた感じだったんですよね。しかし彼はそうしなかった。ところがその後を皆さん見てください。比企一族の滅亡は市内戦がありましたよね。それから頼家暗殺だってひどいですよね。そう、皆さん頼家暗殺はね、自衛が書いてるんですよね。不感症で今日女性がいますからあまり露骨なことを言っちゃいけないかもしれませんが、素振りを断ち切って殺したって書いてあるんですね。素振りって説明しませんけども、わかります？素振り、後でお酒が入ったら説明しますけど、非常に、つまり断言を切ったんです。要するにもう頼家の子供は絶対できないようにっていうかね、ひどい殺し方ですね、北条一族。それから畠山重忠、これも騙し討ちみたいなもんですよね。これも鎌倉市内の戦争がありました。で、和田合戦、今和田っていう駅ありますよね、あの江ノ電で、あの辺で戦争になったって書いてありますよね。で、最後に三浦一族、これはかわいそうですね。あの頼朝の墓がありますけどね、そこを降りてきたところに三浦一族の墓があるんですけども、それに建物があって、その中で何十人かが自害したって書いてありますね。あれもすごい、北条氏族は怖いですね。したがって影的なこの鎌倉市内の内戦を回避したっていうのはね、やっぱりいいなっていうかね、と思います。まあ、武士道についてはちょっと外しますね。第4、ここで今日まとめたいと思いますが、鎌倉幕府とは何を目指したのかってことなんですね。ということはどういうことかというと、景時は何を目指したかってことなんですよね。分かりやすく言うと、まあ、頼朝景時は何を目指したか、簡単に言いますとね、関東の完全なる独立を目指したのか、いや日本国の統一を目指したのか、どっちかなんですよね。結論から目指し申し上げますと、二人はですね、景時はと今日あえて言いますけれども、日本国の統一をやっぱり頭に置いたんですね。これよくわかります。説明をしますね。当時の関東の武士たちは何を考えていたかといったら、ほとんどが関東の独立なんですよ。あのこの関東っていうのは植民地ですよね。一言で言うと、一生懸命米を作ったり野菜を作ったりして、それを京都に上納しなきゃいけないわけですよね。で、京都は何をしてくれるかって、何もしてくれないわけね、はっきり言うと。そんな京都とはお付き合いしたくないですよね。それが関東武士の考え方。したがって関東は完全に独立して、もう上納するとかね、密輸を送るなんてことやめろってことなんですね。これはほとんど関東武士はこの考えでいたわけですね。ところが景時は違ったんですね。それが分かる時が来ます。それはいつか、それが一番分かる事件というのが発生します。それが上総介広常の暗殺ですね。広常というのは東鏡によりますと2万機の動員力があったというんですね。2万機って言ったらすごいですよね。2万人の思いに乗ってくるという、戦争のために。ただこれは間違いで2000機じゃないかというのを学者は言ってます。違う学者は、いやあれは1000機だろうと。1000機でもすごいですよね。1000人が思いに乗ってですね、弓矢を持って攻めてくるって言ったらすごいですよ。あそこから2万機って書いてあるんですよ。だからあの頃はね、笠之助一常が関東武士のトップだったんです。したがってこいつを何とかしなければ関東独立派が勝っちゃうんですよね。で、景時と頼朝はね、打ち合わせをしてですね、御所に呼ぶんですね。
ちょっと打ち合わせがあるからってことで、つまりどういう打ち合わせかっていうと、法的にですね、木曽義仲が京都に入ってるんですよね、もうね。そしたら、義仲法は助けてくれって言って、鎌倉幕府に助けてくれって SOS を送ってくるんですね。ところが、観察する一つ目は、女の子を無視しろと。女の子を放っとけって言うわけですね。そこで、放っておくかどうかについて打ち合わせをしたいってことで、御所に一つを呼ぶんですよね。で、影時と二人で、じゃあ、与党さんが出てくるまでちょっとスモロクをしようってことで、スモロクってどういうスモロクかよくわかりませんけどね、今と同じかどうかわかりませんけれども、二人でスモロクを始めるわけですね。で、一つ目がちょっと下を向いているときに、いきなり、この、肩を持ってですね、首をスパッと落としたってことが書いてあるんですよ。これ誰が書いてるか。自衛なんですよ。武漢書。すごいですよ。生々しく書いてあります。一刀のもとに落としたって。首をね。ひろつねを。そういう場合にですね、本当にひろつねを殺したんだってことが分かれば、大騒ぎですよね。2万キロなくても、2000キロも1000キロ、部下たちが、影時たちを襲うと思うんですね。ところが襲わなかったっていうか、なぜ襲わなかったのかってことは私もまだ分かりませんけどね。すごいショッキングな事件だと思うんですね。それは影時が部署でたった一人で鎌倉武士のナンバーワンを一刀のもとに首を落としたってことですね。これはね、騙し討ちをしたっていうよりはすごい武士だってことになりませんかね。あいつはすげえなっていうか、今までいろいろ漏れましたけどね、家臣であり仏教を弁護者であり、なかなか作戦を立てると、なかなかの男だけども武士としてもすごいんじゃないかっていうか、一刀のもとに首を、そのトップですよ、鎌倉武士のトップ。これはすごい大事件だし、まあ逆に言えばですね、鎌倉の他の、武士たちっていうか各地区に棟梁がいますけどね、冷や水を頭からかぶさせられたと思ったんじゃないかと思うんですよね。今度は自分もやられるかもしれないっていうか、いやそのためには同盟を結んで影時をつければいいんじゃないかってこともあるかもしれませんけども、影時ってのは予想もしないことをやり遂げる男だという印象が残ったと思うんですね。その結果どうなったかっていうと、もう失礼と喉を中心にね、影時も何だって言ってね、目の代わり、予想の目の代わりってことで、京都へ出発するんですよね。すぐですよ。確かね、暗殺した日が12月22日なんですよ。これはっきり書いてあります。武漢書に。事件の武漢書に書いてあるんですね。で、木曽義仲が、合わずで、牛と渡るのが翌年の正月の20日。皆さん、1ヶ月やっつけちゃったんですよね。木曽義仲を。ということは、僕はどうもね、一つでをやっつける前にも、ある程度、影時がお得意のですね、この、寝返りっていうか、担当部下と説得していたんじゃないかっていうか。だから一つでは説得できませんからね。他の部署はほとんど説得した上で、一つで暗殺を計画したんじゃないかっていうか。早いですもんね。だって、あの時代、鎌倉から京都までっていうか、時間結構かかりますよね。20日ぐらいかかるじゃないですかね。どうかなっていうか、結構かかると思いますね。だから10日かそこらで戦争はすぐ終わってますもんね。したがってこの木曽義仲の暗殺っていうのは日本の歴史を変えたんですね。つまり影時と頼朝は日本の国を統一しようと、そのためには朝廷とも手をつなごうってことなんですね。でも手のつなぎ方が違うんですね。結論から申し上げますと、二人の考え方っていうのはですね、もう今の天皇制に非常に似てます。つまり決定権は武士にあると。しかし権威付けは天皇にしてもらう。象徴天皇ですね。天皇には権利はない、権力はない。ただ権威はあるっていうか、力はないけども日本の歴史から言うと権威はあると。それを利用しようじゃないかっていうか、象徴天皇制をね、考えていた、いたと思います。従って手を貸すんですよね、後白河法皇に、この時は。そして、いろいろ材料を持ち出すわけですよね。税金を取るあれとかね。
それは皆さん歴史上ご存知の通りだと思いますが、したがって僕は影時のまとめとしてはですね、今日は不干渉の話をたくさんしたんですが、やっぱりこの今の日本の基礎を作ったのは誰かってことなんですね。どうも頼朝と影時じゃないかっていうか、日本の歴史もいろいろありましたけどね、いろいろありましたけれども、今の基礎を作った、今の歴史のあり方を、あるいは政治のあり方、国民のあり方っていうのを作ったのは鎌倉時代だと思いますね。それを基礎づけたのは誰かっていうと、どうも頼朝と景時じゃないか。ちょっとまた褒めすぎかな、評価しすぎかなと思われるかもしれませんが、研究すればそれだけですね、それを感じるんですよね。皆さん、日本史を勉強したと思うんですよね。影時は日本史では1行しか出ていませんね。1行しか、本当に。でも僕は研究した結果、こんなに厚い本になったんですよね。まだ書けるっていうか、今度は不干渉を中心に影時論を梶原の解放へ載せていただければなんて、ことを思っております。私は最後に、また最後に最後にで話が続いて申し訳ないんですが、鎌倉政権というのは源氏政権じゃないんじゃないかっていうか、私の個人的な考え方でいきますと、これは永井さんも同じですけどね、鎌倉の前期政権は上総広常政権、2万期というかね、2000期でもいいですけども、一番トップですもん。彼のおかげで頼朝はね、鎌倉を奪還できたんですよね。やっぱり広常がやり方だったんですよ。だから結構権力は力があったと思います。で、広常を暗殺したのは誰が政権を取ったか、景時ですね。で、景時の後、景時は手術で梶原軍に自害をしました。その後の政権は誰か、北条ですよね。広常、景時、北条、全員平家なんですよ。全員平家。それで永井さんがよくおっしゃるのは、頼朝はロボットに過ぎないんじゃないか、ロボットに過ぎないんではないかとおっしゃるんですよね。これを言うとね、非常に抵抗があるんですよね。いや、頼朝はやっぱり素晴らしい武士で、源家、源家の中心だった、何がロボットだって言うんですけどね。でもね、鎌倉の時代、鎌倉幕府は何ぞやって考えると、あれは土地問題なんですよね。植民地をやめて自分たちで作ったものは自分たちで消費して、自分たちの生活のために使おうっていう考え方があったわけですよね。でも、頼朝なんか土地だったら持ってませんもんね。土地を持ったのは、関東の平家の武士たちですよね。景時をはじめ。したがって土地問題を有利にするための鎌倉幕府だったんじゃないか。これは司馬太郎も言ってますね。鎌倉幕府は土地問題ですよ。土地所有権を自主的には取得するための幕府だったんだよ。戦争して勝った負けたじゃないんだ、土地問題が目的だったということをおっしゃるわけですね。したがって頼朝はですね、その点、まあ源家の騎士ね、東という種ですよ。で、京都にも住んでいた、使えるわけですよね。朝廷とも顔なじみっていうか、だから朝廷との窓口として使えばいいんじゃないか、そのくらいしか構えていなかったんじゃないかって、本音はね。これは抵抗があるんです、これを私が言うと。いや、梶原景時政権ってなんだ、歴史は景時が動かしてきたのか、本当はそうですけどね。また一言多かったですけど、そうなんですよね。どうもそういう感じがしてしょうがないんですよね。歴史ってのはこう、裏から見たり、斜めから見たりしますとね、非常にいろいろ見えるんですよね。したがって、この頼朝ロボット論っていうのは、全くの仮説ではないような気がしますね。したがって、ある人は頼朝は暗殺されたって言うんですよね。ロボットだから必要なくなれば暗殺されちゃうんですよね。その次の頼家もさっき言った数量を切られて暗殺されちゃう。で、最後のね、最後の大使だけ、頼朝、頼家、冷めるか、あれも暗殺でしょ。結局、役に立たなければもう、切られちゃうっていうか。
が単なるお飾り、ロボットだったっていうのはね、一概に否定できないような気がしますね。だから怖いですよね。鎌倉幕府っていうのはね、僕は平定政権だと思ってます。もっと遡れば、平将門ですよ。平将門はまさに関東を独立しようとしたんですよね。俺が天皇だって言って。あの流れですよ。鎌倉幕府はまさに。だから平定政権だった。だから六法達成はね、源氏と平家の戦いじゃないんですよね。平家と平家の戦いなんですよ。一方は平の清盛、一方は反平、平の清盛派の平家なんですよ。平の将門 の戦争から追っかけていくと派が分かれてくるんですけどね。平の清盛たちは非常にこう、一時活躍したりで、しばらく中心になっちゃったからね。平家というと清盛と思いますが、広瀬、金時、北条一族もみんな平家なんです。関東は平家だったんですね。だから僕はどうも、源平合戦っていうのは、面白おかしくするために赤字を合戦にしただけであって、実態は平平合戦だったと思います。そういう流れの中に、梶原景時と位置づけるとですね、歴史は面白いというか、特に今回は、自衛という大総長、比叡山延暦寺の雑の書いた愚管抄を中心にですね、いろいろこう研究して、見ますとですね、梶原景時っていうのは本当にこの検証会がね、検証していただいてきて、梶原景時がいかに喜んでいるかと思います。これだけ大きい人物だったんですよね。ということを私は今日は、松江の本当に隅っこの松江ですけども、今日はたくさんがいらっしゃいますので、本当にそういう意味で、声を大にしてですね、そのことを述べさせていただきまして、今日の拙い報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。あとのページにございますので、それを一つ読んでいただき、今後のご活躍とこの梶原に対するますますのですね、尊敬の方を我々にお示しをいただき、ご指導いただけることを願って講演会をとさせていただきます。本当にありがとうございました。先生、お願いします。ご挨拶をいただきたいと思います。最初に名誉会長の梶原拓先生、こちらの方で今日は一つお願いいたします。こんにちは。七夕さんと一緒で年に一度お互いに、健康と無事を確認し合うということ、大変意義のあることだと思います。日頃からの特にこの地元の皆さんのブログに感謝したいと思います。今このルーツを確認すると言いますか、先祖先輩の業績を忍ぶということが、中国でもですね、そういう流れが台頭してきまして、先日テレビでもですね、蔡一族が集結したと、こういう報道がございました。文化大革命で、そういう家系とかなんか全て消されたんですけども、わずかに残った資料をもとに、この蔡一族が調査をして集まったと、そういう、中国においてもですね、先祖先輩その喜び苦しみ悲しみを忍びながら現代今日はそう生きていくと
こういうことが大事だという認識が広がってきていると思います。この梶原も、まあ、性のいかんを問わずですね、先祖先輩を思ってですね、我々が現代を生きるということに大変な意義があると思います。先ほど梶原仁先生が非常に詳細な勉強されまして、我々に教えていただきました。素晴らしいことだと思います。いろんなことをそういう中から我々学ぶことができたというふうに思います。私の両親が琉球のネオブラの出身でございまして、特に親父の出身が平野という地区で、ほとんど梶原姓でございます。そのネオ川の川下に山口城の跡がございまして、ここに、上徳公が美濃尾張の将として、政治を行ったという、まあ、事実がございます。しかし北条がですね、北条の世紀の歴史書として、編集したものに、その海徳公が美濃尾張の将であったということを記してあるんですね。地元では、まあ、はっきりそのことは伝承されておりますし、他の歴史、書ではですね、海徳公が美濃尾張の将であったということを明記してあります。なぜそういうことが起こったかと言いますと、まあ、梶原先生がおっしゃるように、やっぱり北条の画策でですね、この頼朝はこの伊豆に流されて、実質北条がこの養ってきたと。いわば北条にとっては頼朝は養子なんですね。でそれでこの平家がですね、あるいはその一体的な天皇側近の公家、こういう人たちがこの関東のこの土地を支配している豪族からこの搾取をしていたと、まあ、植民地的扱いをしていたと。これで、まあ、梶原先生がおっしゃるように、不平不満がもういっぱいにこの充満してきたと。そこで頼朝が、まあ、北条の養子のような存在の頼朝がいてですね、それを祭り上げて、戦いを挑んだと、まあ、こういうふうに言われておりますが、そのことがその後の梶原の扱いに深く影響しているというふうに、まあ、私は勉強をいたしました。で、北条というのはこの頼朝を担いで、関東軍を結集して戦いましたけれども、その所詮その源氏を復興するという意図はなかったと思います。それで、結局戦いに勝つと頼朝がむしろ邪魔になってきた。それと一体の梶原景時も邪魔者だということで画策して、その勢力を追放して、そして後で取って代わったと。本来トップになれば征夷大将軍になるんですが、後ろめたいもんですから番頭の執政という位置にとどまったということでございまして、この梶原一族を追討したと、殺したということでですね、その後鎌倉一番の寺の建長寺が毎
年の夏にですね、梶原景時を弔う会をやっております。これ実に800年過ぎておるということはもう異例なことです。それだけですね、その北条、いかにその後ろめたさがあったかと、こういうことでございまして、北条にとっては頼朝を英雄視する景時を偉大な人物として評価するということは方針には全くそぐわないわけで、義経という人物を半眼引き的に取り上げて、歴史にそういうですね印象付けをしてきたという、北条の政策的な意図であったとどういうふうに考えられるわけですね。だから非常に構造的な問題でございまして、それがずっとその後長く尾を引いてきたと、これが私自身がなぜ身の終わりの死後の景時を北条が抹殺したかということから始まって、勉強した一つの私なりの筋書きでですね、今日もその考え方は間違っていないし、梶原仁先生のお話からも同じような考え方が汲み取れるということでございまして、非常にこの政治というのは恐ろしいもんで、歴史を変えられるという恐ろしさがございます。そういう我々の先祖先輩の教えというのがございまして、今日を生きる我々もですね、我々自身がこの不安移動しない変な情報に流されないと、自分自身で真実を確かめていくということが必要であるという一つの教訓でもあると思うんですね。私なりにこの臨場してちょっとお話をさせていただきましたが、最後にですね、梶原という機関誌を印刷していただきましてありがたいんですが、その1ページの一番下のラインですね、替え歌を作りまして、これぜひボケ夫人のために歌ってもらいたいと、これ歌っとれば必ずボケが封じられます、間違いございません。ただその中のね、三色昼寝というところの三色というのがね、色じゃなくて色なんです。色というのはこの赤ワインの赤、青魚の青、それからカレーなんかの黄色、色のある食材を食べるとですねいいということであって、このプリントの印刷のミスがございました。ぜひご訂正を、大事なところなんでご訂正をお願いしたいというふうに思います。今年はボケ夫人、来年はがん夫人の歌、再来年は血管防衛隊の歌をご披露したい。その3つをですね制服すれば、もう成人病ほとんどカバーできますんで、元気で長生きできるわけでして、この梶原公検証会もそれがあって初めて長続きするわけですから、みんなが早死にしたらこう続かないわけですから、ぜひ一つみんなで励みましょうって元気で頑張っていきたいと思います。少し長くなりまして恐縮ですが、本当にありがとうございます。一人、非常に忙しい中を投げてきていただきました愛知県会議員の、原先生から、お祝辞をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん改めましてこんにちは。まずは大変遅れてきまして本当に申し訳なく思っています。でもそんな中景時公を忍びながら
梶原拓名誉会長先生をはじめ、毎年皆さんとこうしてこの心地いい空間、なんとなく時間が緩やかに流れるこの場所でご一緒させていただけること、こんなありがたいことはありません。本当に心から感謝を申し上げます。犬山市はこの4月1日で市政施行60周年を迎えることになりました。でもこの今ある犬山市の大自然、そして歴史的財産があるのはなぜか、言うまでもありません。先人たちがこの犬山を守り継承してきてくださった結果、この今があることは言うまでもありません。そして過去から今に一つの一本の糸でつながっていると思います。そしてその中で大きな大きな歴史の1ページを刻んでくださったのが梶原景時公の存在であります。先ほど梶原仁先生のお話を聞きながら、歴史の先生に教えてもらったことをふと思い出しました。僕らの子供の頃っていうのは何もかもが詰め込め教育でした。ですから歴史も年表を覚える、人の名前を覚える、ただただ頭の中に詰め込むばかりでありました。でもその歴史の先生はこんなことを言いました。歴史は覚えるだけではない、過去との対話なんだ、会話なんだと言いました。まさに梶原仁先生のお話を伺いながら、景時公と会話をしているような、またこれまた心地いい時間を過ごさせていただきました。これがあるからこそこうして皆さんが集い、景時公と会話を楽しむ、そうした場がこれからの犬山にとってもなくてはならないことであります。宝である梶原景時公を語り継ぐことによって、またさらにより良い犬山を考えていきたい、そんな思いで皆さんとこれからもご一緒させていただきたいと思います。改めまして皆さんには心から感謝を申し上げますとともに、さらにさらに景時公の顕彰会のますますの発展を心からご祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
竹馬変わってまいるな。そうかな。あ、市長、市長のお伝えを。あ、そうか。うん。部下だったらしい。あ、そうか。で、ちょっと慣れて。お、よろしく。あの時はしょうがない。あ、そうなんですか。岡崎の自衛官に座ったもん。風が強かったですねっていう話をしたら倒れちゃったんだわーって。あっちの方で消防が来て、いや、あのね、先週終わったの。あ、1週間ずれとる。違う回、あの、あれがあって、ありがとうございます。
お、ありがとうね。花はあのままでいい。していただくとよかったんだけども、やっぱりその銀行のやり取りをする時間がなかったもんね。最初だいぶ誤字があったようで、うん、なんかね、あのパソコンのね、パソコン持ってます あんまり作ってたわね。急に面白くなりました。